ウーズレー走行自動車とは、1928年に採用された大日本帝国陸軍の総輪走行車である。東京石川島造船所の自動車部門が、ライセンス生産中だったウーズレー CP 型トラックをベース車体として製造した。簡易走行自動車とも呼ばれる。また、東京石川島造船所での形式名はアームと称した。 東京石川島造船所は、1918年に第一次世界大戦で活躍した、ウーズレイ自動車の生産権と東洋における販売独占権を得て、1924年から、ウーズレイ CP 型1.5トン積み4輪、トラック、戦時徴用を予定した企画である、軍用保護自動車として製造販売していた。1927年、自動車工業は、 ウーズレとの契約を解除したが、その翌年に CP 型トラックの車体を走行版で追った走行車を発表した。車体はウーズレ CP 型1.5トン積み四輪トラックに走行版を被せ、機関銃等を有するだけの簡単な構造であった。タイヤはソリッドホームであったがパンクする心配がないため舗装道路では有効であったと考えられている。 固定武装としては3年式機関銃1丁を装備した重刀1機が上部に設置された。さらに、助手席前面の窓を開けて、軽機関銃1丁を追加装着することもできる。満州や三島半島で実戦配備された。満州事変の際には、本社とビッカースクロス冷装甲車を3両ずつ装備した装甲自動車隊が編成され、 第2師団に配属されている。1935年頃にはさすがに旧式化したのか、太平組合の輸出用兵器カタログにも、装甲車両として唯一掲載されている。ありがとうございます。